でますか？楽しんでるかな？楽しんでそう。でお父さんお母さんもね、ゴールデンウィーク子供たち遊びに連れてたりとかして、もうそろそろ元気なくなってきたところかなと思うんですけど、これから楽しいショーをお届けしますので、はい、ぜひご覧になっていってください。ね、一番最初に踊ってくれたアミーゴデラダンサーの皆様のね、ショー可愛かったですね。もうさっきの方、最初初めてお会いした時こんなに可愛い顔すると思ってなくてで、メキシコがどこにあるか知ってますか？皆さん、全然メキシコどこにあるか知ってる人？あ、お父さんどこにありますか？アメリカの、そう、アメリカの下ですね。そう、中南米ですね。メキシコといえば何を思いつきますか？全然みんな見てくれてない。メキシコといえば何を思いつきますか？テキーラ、いいですね。あと何ですか？ブリート、あー、タコス、いいですね。もうだんだん聞こえてきたそうですね。あとなんかカラフルな骸骨とかもね、見たこと、なんかメキシコ思い出しますね。そう、最近で言えばココって映画も出ましたね。あれすごい素敵な映画だったなと思って、そうでちょっと話すぐにもう切り替えてごめんなさい。で、質問です。ペルーっていう国どこですか？聞いたことある人は、ペルーのことを少しでも知ってる人手を挙げてください。あれ、ペルーのこと知ってる人、なんか何でもいいです。どこにあるとか。あ、もうまたお父さん、チリの上、そうですそう、北アメリカ、南アメリカのチリの上の海岸沿いにね、国があります。そう、私は、ペルーの国を代表するダンスを紹介しに来ました。ダンスの名前はマリネラと言います。一応ペアダンスなんですけど、男女の恋愛模様を表現していて、で、ペアダンスでは珍しく女性がリードします。で、女性は可愛らしい仕草をしながらもかっこよさがある堂々とした踊りで、男性はその女性を紳士的な振る舞いでかつ情熱的に追いかけます。で、今日本でも少しずつですが活動するグループも増えていて、各地の国際イベントでも披露されています。で、世界大会も年に1回ペルーで行われていて、洗練され続けている踊りで、日本でもその世界大会のシード権をかけた予選大会が、大阪、名古屋、横浜で毎年行われています。まあ、でも話が長くなってきたので、では早速、可愛い女の子たちによる、もうこのショー一つ、マリネラのショーこの一つだけなんで、ぜひ見逃さないでください。これを、女の子たちによるコレオグラフィーを今から披露します。で、年齢もマリネラ始めた歴もバラバラなんですけど、一丸となってマリネラを披露してくれます。ではよろしくお願いします。